idea. なんか酔っ払った怪しい男が幼い女の子連れてた。危ないよね。へえ、どこで？七福通りの駐車場のところ。超ヤバそうな感じ。聞き込みで遥かの足。お前、少女を見なかったか。酒持ってこい。おい、小さな女の子を見なかったか。うるせえ、酒だ、酒持ってこい。おい、女の子を見なかったか。どうなんだ。すいません、さっきまでここにいたんですが、スーツの男がさらって行きました。どこに行った？どこかの公園とか。携帯で話してました。後悔するなよ。お前みてえなやつ見てるとよ、腹立ってくんだよ。しまいてまいぞ、これで目障りか。
つは。おい、てめえ。おう、止まれ。やめてください。 お金先ので全部なんです。嘘つくんじゃねえ、もっとあんだろ。何言ってるんですか。なるほど、いざい目に遭い痛えのか。わか、何なんですか。何なんですかじゃねえ。いいからさっさと出せ。おら、やめて。ハルカはどこだ。キリュウさんに、伊達刑事ですね。こちらもお迎えする準備が整ったところです。ご案内いたします。ここはスターダストじゃないか。どういうことだ。お入りになれば分かりますよ。お待ちしてました、キリュウさん。ハルカは無事なんだろうな。ハルカ、クソ、カズキたちはどうした。別室です。縛るくらいはしていますが無事ですよ。何者だお前ら。それはやめておきましょう。お互いのためです。それよりお嬢さんが持っていたはずのペンダントは。お渡し願います。渡せばハルカを返すんだな。もちろんです。ストップ、そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。ハルカ、すまない。伊達さん、無事か。いや、ハルカが、くそ、アサイが腕を撃たれた。Thank you.
お前らどこの組織のもんだ。極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる。おい答えろ。俺たちは人ハルカ大丈夫か。出血の割には傷は浅い。大丈夫だ、心配ないだろう。おじさん助けに来てくれたんだね。ああ、ごめんね、私が勝手なことばかりするから。ハルカ、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか。うん。水木、お前のお母さんな、もう死んでいたんだ。すまない、俺は助けることができなかった。ごめん、ごめんな、ハルカ。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ、頼む。すまない、こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか、そんなことを言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。おう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ。嫌われちまったかな。なあ、この子をしばらくかくまってほしいんだが。わかったよ。でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。まあ外見はちょいとあれだが。花屋、恩に着る。ありがとう。まあいいって、ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。桐生、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。はあ、そうさせてもらうよ。伊達さん。須藤。ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今あなたの行動が理解できません。何が言いたい。私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。まだ錦山と会うまでは時間がある。だが、ハルカは。傷は浅い。俺はここで待ってるから。わかった。傷は大丈夫なのか。うん。もう全然平気だよ。
伊達さんも弾がかすっただけだから大丈夫って言ってた。おいおい、それが刑事の言うセリフか。本当なら医者に見せるところだ。きっとこんな経験したことのある子他にいないよね。ドラマのヒロインになったみたい。ずいぶん肝っ玉が座ってんな。まあ、あまり無茶するんじゃねえぞ。了解。キリュウさん、お暇なんですか？まあな。じゃあ面白い場所がありますぜ。中道通りと太平通りのぶつかる場所に宝くじ売り場があるんですわ。宝くじじゃ。いやいや、話はこれからです。そこの売り場の。どうしたの？遥かは携帯電話持ってるのか？持ってるわけないじゃない、ひまわりにいたんだから。なんだ、伊達さんが最近はガキでも持ってるなんて言ってたが、さすがにみんながみんなってわけじゃねえんだな。クラスの子はみんな持ってるよ。放課後はいつもメールで待ち合わせしてたりするし。え？文通でもしてるのか？やだおじさん、メールも知らないの？さすがに遅れすぎ。何？メールって手紙のことじゃねえのか？カムロ町って見たこともないお店がたくさんあるよね。まあそうだな、子供には新鮮かもしれねえな。そういえば街を歩いてる時におもちゃ屋見つけたんだけど閉まってて入れなかった。いつ開いてるんだろう。待て、それはきっと大人が入る店だ。お前にはまだ早い。なんで？大人はおもちゃなんか買わないよ。いや買う。いや俺は買わないが、買う人もいるんだ。何それ、どういうこと？なんて答えりゃいいんだ。ちょっとこの面気に食わねえな。何なんだ。
ちょっとお前、あれ、逃げんじゃねえ。何？